この曲がですね、今ねお電話でねお話をします、作編曲家、ジャズギタリスト、また音楽講師もされている田中雄一さんの曲であります。アルバムがね、アヒルオブザサン、太陽の丘というんですけどね、このアルバムどこでも手に入るということですからね、興味のある方はまた聞いていただきたいと思います。まあ、それでは早速ねお話をしていきます。ジャズギタリスト音楽講師の田中雄一さんです。もしもし。あ、もしもし、どうも田中です。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、世の中ですねゴールデンウィークなんですけども、そうだ田中さん今東京なんですよね。そうです、そうです、東京の飯田橋の神楽坂にいらっしゃると。どうですか天気は、東京は。ですね、午前中ちょっと雨が降ってたんですけど、もう上がってだんだん晴れてきましたね。ああそうですか。ええー、函館はね、まあでも天気いいかな、うっすらと雲がかかってるっていう感じで。でもそうですか。昨日おとついなんかも天気が良くてね、爽やかな、春晴れといった感じですよ。いいですね。いやいいですよこの時期の北海道は。だんだんね、この時期は。それで、ね、田中さん、はい、お話をねじっくりと伺っていきたいと思うんですけども、はい、簡単にですね、その田中さんからちょっと自己紹介なんかもしていただいてよろしいですか。僕いただいた、ね、資料で作編曲家、ジャズギタリスト、音楽講師もされている田中雄一さんということでご紹介してきたんですけども、はい、ちょっといいですかご自身からも。はい、わかりました。はい、ですね、1982年の4月19日生まれて、この間30歳になりました。千葉県千葉市の生まれでですね、はい、ちょっとこのドイツとか茨城にちょっと引っ越したこともあったんですけど、小学校からずっと千葉市で育って、大学から東京に出てきております、はい、という感じですね。ほう。で、今は拠点は、東京で。東京ですね。はい。それでいろんな、そういう制作、アルバム制作だったり、で生徒さんがいっぱいいて、ギターを教えていたりと、音楽で、成り合いを立ててという。そうですね、あとはなんか、ちょっとちっちゃいものですけど、映画の音楽を作って、ね、ほう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 、いろいろ函館はね、まだ行ったことないんですけど、いろいろ全国各地に演奏しに行ったりとか、いろいろやっております。アメリカもだいぶニューヨークですか、しばらくいたんですね。ニューヨークとあとボストンにちょっと行っておりました。結構そういうさまざまな向こうの、そのアメリカのアーティストともジョイントをしたりとか、いろいろ活動はされているんですよね。そうです、はい。もともと田中さんはなぜねギターにハマっていったんですか。このギターの世界に入ったっていうのはどういうきっかけだったんですか。ですね、中学生とかねよくありがちですけど、ただテレビ見てかっこいいなと思ったっていうのは一つと、あとは始めた時点でピアノってもうみんな10年くらいやってる人とか周りにね何人もいたのでですね、学校に、はあ、なんでギターで、あと、最初はギターを弾くっていうよりはギターで曲を作ってとかそういうことを考えてたんですね。今はちょっと弾く方もやってますという感じ。だってねギターでもねジャンルがいっぱいあるじゃないですか。一口に例えば車が好きって言ってもねジャンルがあるように、ギターでもジャンルが、それでそのジャズの方に行ったっていうのはこれは何なんですか。やっぱり聴いてきた音楽に影響を受けてきたんでしょうか。
ですね、これはあの、はい、大学に音楽サークルが、はい、本人の音楽サークルがあの合唱部とジャズ犬しかなくてですね、でジャズ犬に入ったんですけど、まあ、最初はそうやってなかったんですが、はい、あのずっとそれまでやってたロックバンドを解散してですね、でたまたまギターを習いに行こうと思って先輩に紹介、先生を紹介してもらったんですよ、はい、そしたらまあ当然ねジャズ犬の先輩に紹介してもらったんでジャズギタリスト習いに行くことになってっていうとこからなんですよね。はあ、なるほど。なんかねアルバム今回もこれ僕も聞かせていただいておりますけども、あ、ヒロオブザさん、なんでしょうね、そのグルーヴ感っていうんですかね、ちょっと昼下がり、何かこう明るいこうテラスの下で聞いても気分がちょっとワクワクするような楽曲かな、うん、なんていう感想をいただきありがとうございます、うん、どうですか、やっぱりそんな世界っていうのは持ってたんですかね、こうこんなイメージとか今回アルバムを制作するにあたっては。そうですね、このアルバムのタイトルがちょっともうすでにダジャレなんですけれども、うん、アヒルですね。アヒル、あ、アヒルっていうのはアヒル、はあはあ、なんですよ。で、はあ、アヒル、まあ、その曲を作っ、タイトル曲を作った時に、まあ、これから BGM かかるかな、作った時がちょうど晴れてたんで、うん、まあ、アヒルと太陽をくっつけてアヒルオブザサンと、まあ、それをちょっと英語に直してですかね、太陽の丘というふうにしてみたんです。はあ、はあ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 、なるほどね。昼間の感じっていうんですかね。なるほど、今かかるかな、ちょっと待ってくださいね、かかるな。そうそう、もうなんかジャズってやっぱり大人の夜の音楽っていうイメージがあると思うんですけれども、はい、まあ、それをこうですね昼間の太陽のもとに解放したいと、大げさに言うとこんな感じですかね。あ、今ねかかっておりますよ。あ、いいですね、太陽のこう下で元で昼がねちょっとガッガッて歩いてるよね。はあ、今回はあの、これでアルバムって何枚目ぐらいなんですか。ですね、はい、個人名義ではこれが1枚目で、その前にユニットで作った CD が1枚、ジャズギターデュオ、はい、ユニットで作った CD がプロに来るという。へえ、まあ、どちらも Amazon とかで、はいはいはい、あ、手に入るんですね。もう田中雄一、まああの何ですかね、小里編の普通の U ですね、に一数字の、示す編です、ね、あ、示す編ですか、カタカナの根に点、田中雄二さんって、はいはい、あの爆笑問題の田中雄二さんの2じゃなくて1の方ですね。はっはっは、はい、で田中雄一ということなんですね。はい、でもあのこれからの音楽活動としてはどんなことをこうまたビジョンを抱いて進んでいくんでしょうかね。そうですね、うん、まあ、あの引き続き作曲をどんどん続けてですね、うん、まあ、次の CD を作ったり、うん、まあ、その音楽をどんどん皆さんに聴いていただけるようにですね、うん、どんどん頑張っていけたらなと思っております。いいですね、ちょっとあの機会見てまたいいですか、 BGM とかね使わせていただこうかな、と思います。使っていただけたら。ああ、そうですか。いや、ありがたいですね。ああ、でも、にも行ってみたいんです、まだ行ったことがなくて。ああ、そうなんですか。函館、そうそうそう、函館ってどうですか、どんな印象を持ってます、まだ来たことがない田中さんにとってはどんな街だと思いますか。あのメジャーペンタトニック、メジャーペンタトニック、函館の女ってね、はいはい、あるじゃないですか、はいはい、あれがメジャーペンタトニックでなんですよ、パン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 、あー、それをよく説明する、はいはい、わかります、サブちゃんのね函館の人がパン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 、はい、うん、そうなんですよ、これをね、レッスンで教えるときに函館の女を使っていただいております。はははははへー、まあ、普段どうですか、あの函館っていうとね、海産物、イカが美味しいなんてよく、はい、そうですね、函館の魚って言われてるんですよね、うん、一応代表するものとして。割と好きですか。そうですね、あの身近に函館でですね司法修習をされていた方がいらっしゃいまして、よく函館の話は聞くんですよね。より行ってみたいなと思うんですけどね、なんかイベントがあったらぜひ、そうですね、なんてね、そうですね、まあ、ジャズですからちょっとね、またバンドと一緒に演奏、まあ
ツアーとかね、何かで来れたらいいかなと思いますけども。そうですね、うん、ぜひ伺いたいと思っております。おいや、いいですよね、本当に明るい感じの曲調で、まあ、中にはそういうちょっとあのブルーな雰囲気の曲もあると思いますけども、ちょっと最後にあのちょっと変わった曲をかけていただこうかなと思っています。わかりましたよ。ではですね、まあ、せっかくなんでこう最後にですね、函館の方に何かメッセージなんかもいただきたいと思います。いいですか。はい、はい、ですね、近いうちにお目にかかれるように、やっていきたいと思っております。あのギタリストの田中雄一と申しますので、どうぞインターネットなど検索して、これフェイスブックとか田中さんやってますもんね。はい、やってます、やってます。じゃあ皆さんお気軽にあのつながっていきましょうということです。ほうほうほう、はい、じゃあ友達申請とかもしても OK ということですね。ああ、もうフェイスブック、ツイッターでもミクシーでも何でも。ああ、そうですか。ホームページのトップページにバナー貼ってあるんで、はい、から来ていただけると。同じ名前の人が多いんですよ、僕。ああ、まあまあ、まあ、ありがちと言ったらありがちだような。そうなんですよ。わかりました、田中雄一。あ、で、僕のじゃあ、今日ブログにも、お名前と、ブログはやってんですかね。ブログも、全部ホームページに一括ですね。ああ、そうですか。載せてありますんで。なるほど。じゃあ、リンクもさせていただきたいと思いますよ。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。あとはじゃあいいですか。はい。もう活躍をご記念しておりますんで。ありがとうございます。はい。機会ありましたら函館にも遊びに来てください。はい。普通に遊びに行きたいと思います。はい、田中さん、じゃあ最後にアルバム、この、はい、ヒルオブザサンからですね、曲をかけたいと思いますけど、なんていう曲がいいですか。ピークスキルって、これニューヨーク州にある町の名前なんですけれども、ジョン・アバークロンビーというですね、はい、ギタリスト、そろそろ日本に来ると思うんですが、の方が住んでいて、そこ奈良に行った時の思い出でございます。ああ、そうですか。ピークスキルという曲を。ああ、そうですか。あ、ごめんなさい。ちょっといい、はい、また話戻しますけども、日本のギタリストってなんかいます？リスペクトしてるとか、この人、当初目標だったよなとか。あですね、やっぱり最初に教えをこうたというか、市野元彦さんという方ですかね、師匠でございます。なるほど、わかりました。じゃあピークスキル聞いていただきます。本当にまた、はい、どうもありがとうございました。また本当に機会あったらよろしくお願いします。こちらこそまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、失礼します。じゃあジャズギタリストの田中さんのですね、曲ね、このピークスキル聴いてください。
このアルバムね、田中さんのヒル・オブ・ザ・サン、太陽の丘はですね、まあもろもろいろんな、まあアマゾンであるとか iTunes であるとかね、まあ、CD ショップにも置いてるところもあるということなので、まあ、そういったところでね、お問い合わせもしていただきたいと思います。曲はピンクスキル、そしてこの田中さんですね、第10回千葉市芸術文化新人賞も受賞されております。この時間はカタルシスアーティスト紹介でした。